はい、ということでまたまたやってまいりました。今から食べていくのはね、僕がショート動画でちょこちょこ業務スーパーの帰りに通ってたあのラッキードーナツって覚えてますか皆さん。ドーナツを眺めて1時間あのラッキードーナツついに買ってきました。また珍しい味ばっかあったんでそれ買ってきました。さあ早速広げていきましょうか。はい、ということで並べていきました。ちょっと抜かします。じゃあちょっと紹介していきます。僕の記憶力のメニューになるんですけど、これチョコレモンティー、こちらはですねシャインマスカット、こちらはあんきなこ、こちらはマンゴー、そしてこちら北海道ヨーグルトクリーム。皆さんこんな味聞いたことありますか？レアすぎるでしょった。ということでちょっと早速じゃあいただいていこうかなと思います。めくめバディ、じゃあまず北海道ヨーグルトクリームから。うん、めっちゃヨーグルト。うわ、ミスドとかクリスピークリームドーナツとは違ってもうマジで手作りのドーナツっていう感じ。うわ、味しつこくない、優しい。ヨーグルトやからクリーム状でもめちゃめちゃ優しい。うわ、そして甘ったるすぎない、ジャストの甘さ。うん、ほんでこの上にかかってるホワイトチョコの上にねベリー系の何かがかかっててちょうどいい感じに、ちょっと下の方、中にヨーグルトクリームが、うまっ。中学校の頃の職場体験で休憩のおやつで出てきたことあるんですよ、このドーナツ。そん時にレモンティー食べて美味しかったの覚えてるんですけど、ちょっと食感を思い出してもこんな柔らかくなかったですね。やっぱりグレードアップしたんだ多分これ。うまい、うまいわ。んでドーナツサクサク、うまっ。次マンゴー、マンゴーはねででん、中にマンゴーの、これなんなんやろ、クリーム状をいただいていきます。マンゴー、マンゴー、あーマンゴー、めちゃめちゃマンゴー、うまっ。うわ、クリスピークリームドーナツのマンゴーはクリーム強くて、あーあーしんどくなったんけど、これクリームしんどくならんクリームやわ、全部うまっ。なんかドーナツがサクサクするのにな、めちゃめちゃうまい。でまたしつこくないわ、めっちゃうまいこれ。夏って感じ、マンゴーというか夏、沖縄行った時にもらったマンゴー思い出す、あれうまかった。次じゃあチョコレモンティー行こうかな。チョコレモンティーって聞いてたんでめっちゃチョコイメージしたんですけど、上にホワイトチョコが乗ってるだけって感じがしますね。これ今日の気まぐれメニューみたいな感じのドーナツでした。いただきます。うわ懐かしい、これやレモンティードーナツ思い出した、中学校の頃の職場体験思い出した、これやうまかった。うわ懐かしい味、普通なら結構新しい味かもしれへん、めちゃめちゃレモンティーはうまい、昔からやっぱ安定のうまさ、うまいわ。なんて言っても食感がいいわ、いいね。本命のあんきなこは最後に取っておこうかな。和と洋の組み合わせなんでね、これ。とりあえずシャインマスカット。シャインマスカットもこんな感じ。うわ。うわ、匂いが。匂いが。いただいていきますね、もう早速。フレッシュ、フレッシュ、フレッシュ。いいね。シャインマスカット1回だけ千葉で買って食べたことあるんですよ、思い出した。今日は過去を思い出す日かな、このドーナツのおかげで振り返る日。うわマスカットええな、やっぱな、このマンゴーもそうやけどヨーグルトもそうやけど、中に爽やかなものを挟んでることによって周りの少し重たいドーナツが和らぐ、素晴らしい。アメリカには絶対売ってないこんな、めちゃめちゃうまいよこれ。いただきます。うん最強、
まらんな。なんだこれ。うまい。ラスト、あんきなこ、しっかりあんこ、そして周りの生地はきなこで包まれている。もはやきなこの揚げパンにあんこを挟んでるような、もうだから俺の中ではこれ揚げパンあんこバサミドーナツ型、和と洋のコラボ、いざ実食。おい、揚げパンや。ドーナツ忘れたもん、一瞬。かじった瞬間、揚げパンしか頭に出てけへん。んで、中にあんこ。めっちゃ和や。うまいな、これ。パン屋さんでやったらいいのにな。揚げパンの中にあんこ入れるっていう。あん揚げパン。これうまいわ。これリピートやな、完全に。まあ、揚げパン好きな人、一旦食おうか。ほんまに。やっぱ和と洋って意外と合わせても合うのな。これ4口でなくなる、ここのドーナツ。でも、一個一個結構ボリュームあるから、結構中は膨れる。うまいな。やっぱこれは、ドーナツを食べてる感じが全くしない。いい意味で。もうラスト一口、一瞬、5個ってこんなすぐなくなるもん。普通みんなもうこれ一つ二つでもういらないってなるやんな。やっぱ甘党なんかな。まあそうなん、さておき、いただきます。ごっちゃんです。うまかったな。うまかったよ。なくなるのが早いのよ。そして程いいのよ。もう一個あった、俺苦しんでた。ちょうどいい、ちょうどいい。自分の胃のキャパがちょっと分かってきましたね、僕も。幸せです。ということでね、今回のこの動画は以上でございます。この今の焼きドーナツに関しては茨城の消防署の横にございますので、皆さん気になる方はぜひ行ってください。ということで今回のこの動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。またこの動画見てよかったと思ったらいいね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では See you next time. Bye.